さあ今日のテーマは精神的に健康な人がえ行っている生活習慣についてお伝えいたします。これ関係ない人いないと思いますので最後までぜひ聞くだけじゃなくてね活用していただけたら嬉しいです。えっとね、昨日、おととい、昨日か。 昨日焼肉マフィアに久しぶりにお客様として普通に食事しに行ったんですよ。あのー、東京武士道会っていう、おね、裏千家のお茶の会があって、そのメンバー10人ぐらいだっけ、12人ぐらいだっけと言ったんですけど、普通に食事したんですよ。そしたらね、新人スタッフがいました。新人スタッフ。 フミナっていう新人の女の子がいて、あれっつって、何やってんだっけって言ったら、あのどうやらあの僕が採用、採用っていうかね、とりあえず働いてみればって言ったみたいです。なんかね、カモイングリッシュっていう英会話スクールを復活させようかなっていう話を、そうだそうだ、オンラインサロンのカモビズライブの時に言ったんだ。そしたら、フミナが現場にいて、私、カモイングリッシュ、ぜひぜひ絡みたいですって言うから、てっきり英語ペラペラな女の子だと思ったんで、お とりあえずじゃあ焼肉の上で働いてみればって僕は言ったらしいんですけどなんとフミナ英語アリトルできてございました <laughs> 完全俺騙されたじゃんって思わず本人にぶち切れましたけれどもあの笑顔がいいので、えー、頑張ってほしいなと思っております <laughs> そんなね、焼肉マフィアで、その新人スタッフのフミナを見ていて、改めてね、いやいや、もう焼肉マフィアのメンバーってむちゃくちゃ成長したんだなって。みんなフミナみたいだったんですよね、最初。もうビクビクして、おどおどして、お客様のことを見,見るどころか、もうね、自分が何やるかばっかり考えてたんですよね。 えでも考えてみれば、まあ、店長はね、拓也も最初からバリバリお客様見れてましたけど、もう今世界一のサービスパーソンと呼ばれているボニカにしても、チップクイーンの浅見にしても、えー、もう高台に立っては足ブルブル震えてましたからね。<laughs> そう考えるとやっぱり人って、まあ、ただぼんやり働いてる人は成長し、あんまりしないかもしれないけど、やっぱね、本気で成長しよう、学ぼうっていう集団って、 どんどん、まあ、だから今思わず集団と言っちゃいましたけど、これ一人だったらあんなに成長してないんじゃないですかね。そんな風に思いました。で、あの、焼肉マフィで働いてくれる、まあ、店長、坂本拓也にしてもね、ボニカにしても、浅見にしても、りょうにしても、まあ、この4人がぶっちぎりにそういう傾向が強いんですけど、まあ、他にも、高ーにしても、はずきにしても、きょうちゃんにしても、ええー、まあ、もう、野島くんね、にしてもね、あの、超ポジティブ集団なんですよ。もうどうやって、 こんなにポジティブになれれるるんだろうっててこもも誰が見ても分かると思いますポジティブに振る舞ってるだけじゃない本当にポジティブなんですよねでこの人達本当に精神的健康な人たちだなと思ってるんですけどこの子達がやってる生活習慣ってどんなものがあるかっていうのをあえてね分かりやすく7つにまとめましたまあこのメンバー全員が完璧に7つできてるっていう意味じゃないけどこの子達が共通してるなって思ったことがあるんですよでまず1つ目 よく寝てる 睡眠時間が長い傾向に、まあ、全員かどうか分かんないけども、ボニカとかアサミとか普通に8時間以上寝てますからね、完全に鴨頭よしひ人負けてますね。僕、睡眠まだ課題なのでね、前よりは良くなって、やっと6時間ぐらい寝れるようになったぐらいなんですけれどもね、まあ、でもこれ脳の観点から言っても、もう記憶力とか集中力とか、あとは回復力とかね、もうあらゆる面で睡眠って超基礎中の基礎、土台中の土台なので、まあ共通して持っているのは、まずよく寝ている。十分な睡眠 取ってる2つ目健康的な食事やっぱりビタミンとかミネラルとか、まあ、必要な場合プロテインとかね特に女性なんかはねちょっと生理が重い子はプロテインなんかすごくいいというふうに聞いてるんですけれどもこういうビタミンミネラルプロテインなどをバランスよくやっぱとってるっていうのはすごく大事だなというふうに思いますまあ僕今ダイエット中なのでねカロリーダイエットにしてますじゃないとなんかちょっと極端なね あの、糖質だけ思いっきり削るとか、脂質だけ思いっきり削るっていうとバランスがちょっと悪くなりやすいので、もうビタミンもミネラルもプロテインも取りながら、カロリーだけを減らして、今ね、3ヶ月、だもう少し3ヶ月か。3ヶ月で体脂肪率19%から現在もパ9%切ってきましたね。はい。8%台に入ってきました。あの、健康的な食事すごく大事だなと思います。2つ目ね。3つ目、適度な運動。ね、散歩だったりとか。 あと焼肉マフィアのステージパフォーマー散歩とかやってる暇なさそうなんですけどやっぱお店で動いてるんですよね、めちゃくちゃ見てると動きすごい、なんせトイレ、えー、お客様が利用したトイレに対して95%ぐらいの確率で毎回ちゃんと、ね、清めてますからねお客様が20回トイレ行ったら19回から20回は必ず清めに行ってるってだから動くんですよね。 だから適度な運動っていうのがやっぱり精神的な健康にすごくプラスなんだなと思います。え、それからストレス管理ですね。やっぱり趣味とか、まあ人によっては瞑想とかね、深呼吸とか、あとはあ好きな音楽を聴くとか、あの推し活なんかもいいですよね、推し活とかね。そういうのもやっぱりストレス管理にすごくいいと。そういう習慣をやっぱ持ってますね、精神的に健康な人は。これ4つ目のポイント。 で、五つ目。良好な人間関係。これ大事だよね。やっぱり人間関係が良くないと。焼肉マフィはもうね、実はグランドオープンからこれまでの一年、えー、は、何ヶ月八ヶ月か。の間に良好じゃない人間関係の時もあったんですよね。やっぱそういう時で体調を崩したりとか、笑顔が減ったりとかしてましたね。だから生まれながらの性格よりもやっぱり人間関係の方が大きい。それはすごく感じます。えー、六つ目。 ポジティブな自己評価。やっぱね、自分をどう思ってるかすごい大事で、周りがいくら褒めてくれても、いや、私なんてそんなんじゃない。こってなんかうまく使おうと思って店長は私を褒めてるんだ、みたいなね、そういうね、あの、ネガティブな自己評価をしてる人って、やっぱりね、他のところが整っても、暗いですね。暗いで。やっぱ暗い人ってこう、与えるエネルギーじゃなくて、奪うエネルギーになっちゃうので、やっぱりね、 チップとかもらえるようなサービスパーソンにはならないしそもそも仕事そのものが楽しくなくなってストレスがかかってやっぱり精神的に不健康になりやすい傾向にあると思います自分のことを大好きで言いましょうそして7つ目成長のために学び続けてるいや これ関係これも焼肉マフィアのステージパフォーマーだけじゃなくてありがたいことに僕はねオンラインサロンのカモビズだったりとかコミュニケーションの学校だったりとかダイナミックスピーキングアカデミーだったりビジネス実践塾2デーズだったりビジネス YouTuber の学校だったりもうとにかく講座やりまくってるじゃないですかやっぱそこに来てる人ってね精神的にポジティブなタイミングでしかやっぱ受講してないですね。 成長のための、これはなんか、鶏が先か卵が先かっていう部分もあるんですけど、成長のための学びをしているから精神的に健康っていう文脈もあるし、精神的に不健康な時って学びに来れないんですよね。で、やっぱり特徴としてはあるなというふうに思っております。えー、おさらいをします。精神的に健康な人の生活習慣の7つの特徴。1つ目、よく寝る。2つ目、えー、よく食べる。 健康的な食事え。3つ目、適度な運動。よく動くです、ね。でこれもこれ、基本中の基本ね。よく寝て、よく食べて、よく動く。そして、ストレス管理。やっぱりストレスを解消するっていう生活習慣を持っている。そして、良い人間関係を持っている。そして、ポジティブな自己評価をしている。他人がどう言うか関係なし。えそして、7つ目が、成長のための学びを続けている。 え皆さん、今、えー、ご自分の生活習慣7つ中いくつぐらい当てはまってましたかもしくは何を取り入れたいと思いましたでしょうか、えー、うまく活用してもらう。別に7つパーフェクトじゃないと健康じゃないって,っていい意味じゃないんですよ。もうそういう捉え方がポジティブじゃない、ネガティブなので、そうじゃなくて、ああ、7つ中私4つやってた、じゃあ次はこれとこれやろみたいな感じでいいと思います。僕自身7つできてません。えー、適度な運動をやってる、食事やってる、睡眠ダメ、ストレス管理下手。 旅行の人間関係はまあまあいいと思います。ポジティブな影気評価、成長のための丸の。あだから僕5、5 a と7つ中5つぐらい。そんなもんですよ。で、あと2つ意識してみよう。こんな感じで活用していただけたら嬉しいです。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの。いいねー。精神的な健康、大事。